2019年スタートしましたね。え、もう？うん、スタートしたよ。はい、でですね、こちらのパズドラを今日はしていきたいと思います。パズドラで、魔法石が今102個あるので、今ちょうど妖怪ウォッチとコラボしてるんですよね。で妖怪ウォッチそう、妖怪ウォッチとコラボしてるので、ジバニャンとかコマさんがすごいレアなので。え、コマさんレアなの？レアなの。コマさんって誰だったっけ？あのめっちゃ可愛い子おるやん。あ、犬？そうそうそう、犬。あー、なるほどね、私大好き。はい、で、100個もあるので、おそらく102個じゃん。そうだよ、だから多分レア出ると思うんだけど、まああれちょっと2019年初のあれあれで、あの運試しということで、あれどれだけ今年の運がいいかというのをパズドラでやっていこうと思います。はい、じゃあジバニャンかコマさん、早速あ全部で20回回せます。20回、いいやん、100持っている人いいね。はい、じゃあ早速回すよ。いい、はい、1回目。1回目いや、かわいい、見てコマさんのデザインや、めっちゃかわいいやん。あ、キーン、あー虹が欲しいんですよ、虹。だわー、人面犬。嘘でしょ、なんで人面犬なの？人面犬、なんか周りについてる、なんじゃこや、変なの。じゃあ2回目行く、まあ、顔の真似しようか。あ、似とるよ。2回目行くで。はい、2回目。お、結構使われるね、まさき。キーン、あ、かわいい。え、なんだっけ、名前。おー、奇跡ドロップ。なに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 、すげー。え、なんこれ、見て、かわいい。なんこれ、特別デザインのドロップなんよ。え、これはちょっとお気に入りしとこう。はい、3回目。くしゃみです。雪にゃん大好き。ん、冬にゃんだよ、間違えた。あー、金だ、好き。また同じのやん。いらないやん。まあ、いいんじゃない。え、そう、冬にゃん私大好きだから。あ、そう、じゃあもう1回いくよ、うん、4回目これ次。うん、多分4回目ぐらいだ。これで出るね、これでもう完璧で。出ない、出ないだろ。だ、あはははは、冬にゃんが3連続よ、いらねー。5回目ですね、いきますよ。はい、誰が出てくる。キン、また。もういらない、バクロバー。バクロバーだったけど、ババーンってやん、ババーン。あー、でここにバンバーンつくやつでしょ、ここ。6回目。6回目。まあ、人面犬。いらね。いらね。なんで私がこんな目に畜生って言われたんだけど。あ、バッテリーが。ちょっと待って、ケーブル。ちょっと待ってくださいね。これでもどう？頑張って見つけろ。ダメだな。届かないね。くそ。なんかあるかな。あ、あった。これに繋げてた。あった。タレタレタレ。セクシーピン。イエーイ。はい。はい。ということで次7回目ですね。うん、7回、うん、7回目。早いね。来い。ああ、どんどん魔石がなくなっていく。キーン、ちょっとちょっとだけはセーブした方が。またー、ババー、もうバカババー。はい、8回目。なあ、もうなんでなんでこんなに、なんでなんでなんで、レアじゃないよ、何回も出ている。ダメ、もうもうダメ、どんどん行くからね、もう次の、はい、ダメ。まあでもさっきジバニャン出たもんね。コマさんも連続に出たらやばいじゃん。次残り10回です。うーん、結構早いね。もうじゃ、まあ、さっき10回回したっていう。なんで人面犬マジいらんちゃうけど。イケメン犬だったらいいんだけど、人面犬はちょっとさすがに。こっち見なさいよ君、スクリーンレコーディングだけどさ、こっち見ろよ。ああ、そうなの、私知らなかった。
誰キーン。だってこっち小さいから。あーじじい、もうハゲじじい。ハゲ、あーうん、キノコみたい。キノコじゃないな、なんかタケノコやん。うん、タケノコ。おー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 、誰や。おー、エンマ大王だ。誰だ、エンマ大王。エンマ大王って何。エンマ、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 え、ほんと。めっちゃ強いとって、この人。子供のくせに。お前、よく見ろよ、イケメンって言うやろ、君。あーでも普通やばい。めっちゃ運よくね。あとはコマさんが出れば。なんとそう、コマさん出なきゃ。私コマさん欲しい。あーもうお前いらねえんだよ。うわー、くそったれ。目玉焼き。目玉焼きって美味しいよね。こっち見ろって。はい、すみません。また目玉焼きや。目玉焼き消えて。あーコマさん、コマさん、あーコマさん、まあいいじゃん、エンマ大王は。無理。あー無理かべ。私あいつ好きよ結構。結構ブスな顔しているけど。面白いじゃん。なんだろう、何の魔法ついてたっけ。冬にゃ、誰だ誰だ誰だ、コマさん、コマさん違う。うん、最後の1回、最後の1回これ絶対コマさん出るよ。出ないと思うけど。出ないよね多分。出ないと思うよ。あっ、ああ、コマさんじゃない。誰けど、この人ヌラリヒョンやん。ヌラリヒョンってかっこいい。うん、かっこいいじゃない。結構生きて、生き、生けてる。この人も強いけど、エンマ大王の方が強いんだよね。エンマ大王って何すんの。はい、ということで、20回回したうち20、すごいレアなのが、出たのは3つでした。で、欲しかったジバニャンがちゃんと出て、私エンマ大王すごい欲しかったから、これも嬉しかった。エンマ大王、ヌラリヒョンもかっこいいからいいね。うん、まあ、目玉焼きは全然いい。目玉焼きは嬉しい。目玉焼きはこれよ。はい、ということで、今のが今日の日記動画で、2019年の、運試しでした。運試しでした。今年は多分もう3つもいいの出たから、すごいいい運があるでしょうね。うん、いや、すごくすごくいい年です。そうですね。Thanks so much for watching. Bye. バイバイ。あ、皆さん良いお年を。はい、2019年です。誰かの誕生日です。それは誰でしょう。はい、私です。